あのー、俺ミルダムに1回勧誘されたって話じゃないですかあの3年前俺脱サラをしましたいろいろあってでその時にオープンレックで配信するかミルダムで配信するかっていう2択を迫られましたはいで当時ミルダムはあのー、1ヶ月に200万払いますってだからうちで配信しませんかっつって 俺正直、クソ迷いました。300じゃない ?200、200。で、もうめんどくせえから、そう、チンチロで決めようとしたんだよ。お椀持ってきて、サイコロ、家にあったサイコロで、もうそれで、あのー、チンチロでどっちが勝つか、みたいな。ミルダムのチンチロ、オープンレックのチンチロで、俺決めようと思ったの。で、俺実はその時チンチロやった時ミルダムが勝ったんだよ。出目は忘れた。忘れました。だけど、ミルダム勝ったの。 じゃあもうこれミルダムかなって思った時期もあったんだよ。だって1ヶ月に200万くれだったら別にいいじゃんと思って。そう。いや、プンレクはお金とかは特にない。そう。固定の給料とかもないし、あのー、サブスクと、あと、広告収入みたいなやつがあるんだけど。で、ただその広告収入がちょっといいんだよね。あの、オープンレックの方が。ミルダムよりも。だけど、 あのー、もう全然違うんだよね。6倍ぐらい違うの。その当時はね。1ヶ月に200か、つって。これでも全然いいじゃん、つって。って、思ってたんだけど、なぜ俺が見れでもい,いかなかったかっていう話を、まあ今言うと、まあさ、あのー、俺結構、なんか、なんだろうな、まあ、 人間が好きだからさ、人間を大事にしたいって思ったから、えー、なんでこの人だったこれちゃんと最後まで言えばわかる。その時の、なんか、ミルダムの3人ぐらいの人と俺お話し合いしてたんだけど、あ,あの、俺ミルダムに何ていう配信者がいるのか教えてくださいって言ったら、あ,あの、うちにはこれがいます、あれがいますよ、ってこいつなんてすごいバカなんですよ、本当に。バカですげえ面白いんですよ、みたいなことを言った瞬間に、あ、これはやめなきゃいけんと思って。 自分のプラットフォームで配信してる人に対して陰口を言うんだなっていう、こういう人と一緒に働きたくないなって思ったんです。で、そして、まあ時は経て CR カップに、あの、CR カップの組織フとちゃんが出た時に、そこで、あの、お話しした、あの、<laughs> えー、ミルダムの人がいて CR に。でも、ミルダム、あの、ミルダムじゃなかったんですよ。そう。CR、 にはいないか。CR のなんかこう、わかんないね。いろんな下請けかなんかわかんないけど、なんか別の会社のに、に所属してて、で、布団ちゃんですかって言われて。あ、そうです。つって。私です。ほにゃららです。ってで、俺その時わかんなくて。え、誰だっけだって。ほら、あの、ミルダムの。つって。ああ。え、ミルダム関わってんですかいや。 私、実は、あの、もう、2年前に会社を辞めて、あの、今自分で立ち上げて、こういう仕事しております、つって、お前辞めたんかよって、あんだけ俺すげえ誘っといて、って。金で釣ろうとして、つって。俺、そう。金で釣ろうとして、お前、1年後辞めてんのかい、つって。ふざけんなと思って、行かなくてマジでよかったって、再確認したんだよね。本当マジで再確認した。あの時でも、ターニングポイントだったな、本当 うん。だけど、本当にオープンレックは、あの、すごく、なんだろうな、人が良かったんでね、本当に。めちゃくちゃ人がいい。いい話かっていうと、お、ま、前、あ、あれなんだけど、<laughs> でもね <laughs>、あの、3年越しに再会して、まさかのね、やめてるって。俺、プンレックの社長ってどんな人だえっと、まっすぐなんだよね。そう。あ、まあ、あと、なんか、一回ぐらい飯行ったことなんだけど、 で、なんかあれらしいっすねって。あの、エール送って、なんか、あの、操作したみたいな話出てましたけど、あの、あどうなんすかって言ったら、いや、違うんですよって。あの、めちゃくちゃ、あの、応援してて、すごく、あの、個人的に見てたら、個人的に見て個人的にエールしようと思ったら、なんか、バレちゃって、みたいな感じで、その、 うん、ちょっと素直なんだなっと思って、そう,そう、うん、バレると思ってなくて、つって。ただ、本当にいい人なんだよ。ただのいい人なんだけど。<laughs> でも、ただのいい人ってさ、ネットだと勘違いされること多いじゃん。本当いい人ってさ、素直だからさ。で、気に入られる人ってさ、あの、どっちかっていうとさ、素直じゃない人のが、俺気に入られる傾向があると思ってんの。ネットって。なんかその、まあ、いわゆる、 医師とは違うことを言って、ね、あの、人を操作したりとかする方が、まあ、確かに、あの、だってそうじゃないですか。みんなとの、みんなと顔を合わして話をしてるわけでもないしさ。で本当にね、<laughs> あの、本当に素直な人なんだなって感じだ。うん。お前が文献の頂点だから媚びへつらってるだけだろ、<laughs> お前、そんな、こびへつらってるだけ俺が ーまあ、そういうふうに思うってことね。だから俺も逆にだから、今素直な意見を言ったわけなんです。だけど、やっぱりネットの、やっぱり、ね、病気の人たちってやっぱこういう意見になるわけなんですよね。やっぱり。うん。え、あっちかあ、あ、そういうことあ、そういうことこれ、どっちとも取れるよね。これ。お前がプンクの頂点だからこびへざらってるだけだろ。 だから社長に語尾へさらってるだけか、どっち、どっちでも、どっちとも取れるよね、これ。多分。これ。どっちとも取れると思うよ、これ。多分。いや、頂点もこびるでしょ、だって。頂点つってもって別に、あの、プンの社員でも何でもないんだからさ。どっちでも取られるでしょ、これ。うん。